わきわきわきー、森の都のカプセリスト、わっきー貝山がお送りしますガチャ動画。もうお分かりですね。宮城県は南部に位置します白石駅前にやってきました。昭和レトロ風ガチャガチャ見つけの得意な片山さんからですね、情報をいただいておりまして、今日はこの白石駅前にですね、昭和レトロ風のガチャガチャがあるということでやってまいりました。まあ、というのも2022年5月3日ですが、3年ぶりの白石市民春祭りの MC で、今のお休みの時間ですけどね、はい、MC でやってきましたんで、そのタイミングでガチャりたいと思います。これ売ってないんですよね。はい、これは展示品になります。わかりました。これだけでも大丈夫ですか。はい、やば、面白ゼミナール。でも展示品でこれ箱から出してないと売ってるけど、これ趣味なんですか。顔出しても大丈夫。いいです、顔出して。いや、そう趣味です。そうね、コレクターの方嫌な人いっぱいいますもんね。はい、これ遊べるんですか。はい、うわ、これパックマン電源入れてやってみて。マジで、はい、ちょっとどうぞ。懐かしい。てて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 、ずっと進行方向にスティックを入れてもらって。見えます、これ黄色いの。うわ、確実に。お、懐かしい、これあったな。こいつ竹団地にありましたね、この味の。竹さん、これ鈴木です。あ、鈴木さん。こいつすげえな。いやー、しかしね、こいつ何これ、ほらゲームウォッチャー、ドンキーコング。はあ、あとこいつもあったね、これ迷路の。はあ、もう終わっていいっす。もうギャラクシーよ。あ、ギャラクシーやん、これすごい、周りあられちゃん。スタートしてからですね。そうか、そうだよね、ゲームスタートは。おっ、動く動く、すげー、ニンテンドースイッチだよ。昔のニンテンドースイッチだから、こいつ。これ小学生の時に持ってたやつですか。そうです、そうです。すごいな、これ無料で体験できる。いや、え、俺だけだ。そうです。いや、なんで並べてんすか。あ、ありがとうございます。すげえ、あ、これもあったな。はい、野球盤、これ LSI だな。こいつも動くんですか。こいつも動きますよ、元祖野球盤。あ、そうか、相手やって、こう俺が、ま、直球投げるんで打ってください。あ、オッケーオッケー。あ、こいつは一人プレーになってから大丈夫。あ、そう、難しいんだよね、これ。これ真ん、うん、あれ、もう、うん、あれだ、ワンナート。お、来た、行きました。うわ、懐かしい、この音。お、あれ、お、ホームランじゃない。ホームランだ、ホームラン。やったー、ホームラン。仕事しないで何やってんすかね、これ。一発目でホームラン、すごいですね。すごいですね。もう大谷って呼んでください。ありがとうございます。で、こっちも押せば二刀流できますね。そうそうそう、自分で。自分で一人で二刀流。すげーなー。いや、大変ですよ、三振も取んなくちゃいないし、ホームランも打たなくちゃいないし、一人で。でもこいつあったな。いや、懐かしかったわ、ありがとうございます。はい、いや、ちょっと帰れないじゃないですか、これ、これ、ちょっと、帰ろうと思ったら、なんですか、これ、これは遊べないんですよね。はい、ちょっと電源が拾ってないんで。はあ、今、昭和レトロのこういうのって、すごいですよね、今ね。ありがとう。いや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 、すげえな、10円で。はあ、これお店やってたんですか。あのコレクター、ちょっとこの旅館さんの、はい、多分温泉旅館さんで使ってたやつだと思う。ええー、譲り受けて、うわあ、奥にいる仲間は直すんね。顔出し NG ですもんね。はい、そうですか、直す人もいたらね。いや、でもこういうの白石で復活してほしいですね。ぜひその時にはやりに来ますんで。わかりました。はい、いや、すごいな、台車で運んできたんですね。はい、残念ながら楽器屋さん閉まったみたいですけどね。これがすごいよね、これ全国にどのぐらいあるんだろう。これカラーテレビはビクター、お金を入れてね、うんうん動くやつですよね。ほら、点検整備で動きませんって。ただ俺5、6年前来た時これ動いたけどね。ああ、いいな、こいつ。お店は閉まったけどこいつは置いたんだね。はあ、なんか寄り道ばっかしてすいませんね。いいですね、
から歩いてすぐあるわ、菊文さん。いや、昭和レトロ風のガチャあるね。2台鎮座してますよ。ゆかすの機械かな。ショックガンスペシャル2とのびのび亀さん。うわー、これは山形の天童でお会いしたらね、せっかくなんでやりますかね。はい、ビリビリショックガンスペシャル。あ、ビリビリ行きたいね。そうでしょ。当たったか。どうだ。お、ちょっといい感じじゃないですか。これですね、ビリビリガン当たったんじゃない。こいつビリビリガン、こいつ、これビリビリガンでしょ、どう見ても。まず見ますかね、こいつミニブック。ほら、ビリビリショックガンスペシャルだよ。いやー、ほらど真ん中でしょ、ここを押すとビリビリするだから。すげえな、当たったよ。これどこだ、共同さんだ。これまさしくそうだよね。お、一発目で当たったんだよね、こいつ。やったね。やだな、誰かに仕掛けたいけど自分で押すしかねえんだ、こいつビリビリだからな。ド M じゃないと押さねえっすよ、普通。よし、じゃあ押しますか。ショックって書いてるし、怖え怖え。こっちが、あ、開いて、うん、開いて、開いて。いいね、いいね、感度いいね。はい、ありがとうございます。のびのび亀さん、亀さんじゃない感じないですか。あ、ヘビもいる。何こいつ、すげえ、100円で、すげえ、ヘビとカエルって全然違うんだ。ヘビとカエル一緒にしていいのかな、これ。すごいな。うわ、白いし、あ、そうか、袋入ってっから襲わないのね。あらー、なんとも鮮やかな、大陸っぽい色のカエルとね。それで、ヘビもすごいね。あ、結構、あ、これ貝じゃないこれ。白石のお土産に。亀が欲しかったの。亀さん欲しいの、全然違うのだった気がする。そうだ、亀さん来い。取れない。違うのだ、これ。俺亀やったんだけど、なんで蛇とカエルバンバン当たるんだ。あ、また違った。あ、カエルは同じ。あ、違うっちゃ。え、これ何種なんだ、カエル。見たことねえカエルだな、こいつ。いいな、こいつの出して帰る、せっかくだな。あ、入ってんだ。なるほど、これ出ちゃうとヘビにやられるからね。ヘビはこいつ、あ、すごい紫のヘビ。いやいや、これいいね、また2つで。はあ、でも俺亀が欲しかったんだよ。もう一回やりますか。亀さん当たってない気しますね。よいしょ。お、来たか。お、来たんじゃない、来たんじゃない、亀。俺のびのび亀さん、やった。いやー、まずこいつですよ、これ。ほらね、ほら、え、ビョーンと伸びるよ、ね、絶対に口に入れないでください、ご注意くださいってね。山菜見はダメって言うんです。噛みたくなるもんな。ほら、ちょっとなかなか普通にいそうな亀じゃない、これ。なんで亀の目真っ赤なんだろう、怖っ。こいつね、ビヨーンって伸びる。いやー、お祭りだねー。すげえお子さんいっぱいいてね、違うブースにいっぱいいるんだけど、あのガチャガチャの前にはね、俺しかいなかったというね。これもっとやるべきじゃねえ、こいつ。白石駅前でビヨーン、ほら、あんまり引っ張ったね、ちぎれんだ、こいつが。難しい。あ、尻尾見ます、尻尾ビヨーン。ほら、いいね。最高だね、これ。やっぱ亀さんいいね、亀さんね。うん、ビヨーン。もういいが。しつけえな。後ろにはですね、片倉小十郎グッズが売っているお土産屋さんがありますね。はい、ぜひ皆さん、宮城県は白石市、いいとこですよ。はい、ぜひいらっしゃいませ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからのリクエスト、そして今日みたいにですね、昭和レトロ風のガチャガチャの情報もお待ちしています。それではまた次回。